でも俺300坪に作りたいから <laughs> 屋内は嫌なんですよやっぱ<え>そこはオシャンティに行きたじゃ,じゃあ無理です絶対無理絶対に無理です何本あったらできんのプールってこの番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です有効愛うつおしゃごう

いやいやそうじゃないですよ。あのさ僕あの田舎に三百坪買ったでしょ。<っ>で最終的には、うん、プール欲しいんですよ。えー、作るの？その敷地の中に？そう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 ,そう、うんねね。プールってものすごくお金かかるんだよ。何ぼかかるんですか？俺あの温水プールにしたいんですよ。ああもうだめだめ無理やと思う。まず管理めちゃくちゃかかんるんで。なんそう何ぼかかんるんっていうのが分かんなくてあの。 プール業者みたいなのがあって、近くに、うん。六百<く>万で書いてない。いや、値段書いてないんですよ。<laughs> 時価。 大きさと規模にもよるからね。もちろんそうでしょうね。なんかある程度、サイズが決まってて、家庭用。こういうやつ、こういうやつっていうのが、なんか何パターンかあって。要はあのペンションとかにあるやつよ。だからプールっていうほどでもないけどってやつ。なんかひょうたん型の、なんかちょっと。おシャンティ、なるほど。みたいなね。声入れるやつだろう。いける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 やんか、それは。ひょうたん型なんかあるの。なんかいい感じの R で。 なんかおしゃれななんか南欧風みたいな。どれがいくつだえっとね、十メーター。氷団が？氷団、十メーター？十メートルの氷団。十メーター。氷団の話は俺してないの。よ氷団がた。えでも真四角の方が絶対絵で？この角でも十メーター微妙でしょ？ないですね。ないですね。もうちょっとあるよね。え四角の方が絵を洗いづらいから。 洗う,洗うやいや。プールの管理で一番大変なんて洗うことやから。うん、何でもね、そうだもんね。まあね。うん、だから。とはいえ。うん、あのー。 真水だけのプールにしたら日本じゃ俺千葉だからほとんど使う機会ないじゃないですか体を海水から流すぐらいぐらいしかできないしだからもう10月ぐらいになったらもう使えないでしょそうだねで5月ぐらいまで使えないから半年以上使えなくなっちゃうからよう考えてみに温水にするとしたら室内にしなくゃそう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 屋内にしなきゃいけないもんねでも俺300坪に作りたいから屋内は嫌なんですよやっぱそこはオシャンティーにしたいじゃあ無理です 絶対無理絶対に無理です何本あったらできんのプールってだからね業者が書いてないから怖くて聞け,聞けばいいのもで,よじゃで,でプールに住んやったら1,000万はかかると思う1,000万、うん、余裕だな <laughs> <laughs> まずあのあと水の量って水ってお金高いの知ってる プールがね本当にお風呂みたいな陽気みたいなプールなのかダ、うん、イオンのコースみたいな泳ぐのかみたいな<の> <laughs> ジャグジー簡易ジャグジーはなんか10万20万で普通に買えるじゃないですか、うん、あんそんな安い安いです、えー、あれも室内に置かなあかんででも外,外人の写真で外に置いて,てあれってやってないからやね<ー>やっぱそこか なんとかなんないですかねなんか水辺作りたいんですよ水辺庭に海に住めこれつけろよだから屋根を屋根をねせめてそしたら夏場めんどくさいでしょじゃあもう開閉式の屋根をつける。開閉式式は高そうですねあのあずま屋みたいにすればいいじゃんとかねあずま屋はあて。ま屋で別に作りたいんですよだからそこにお湯作ればええのガゼボ別に作る言うてんね 俺は絶対無理だって近所にあるんですよえ<っ>プールがそそのある人でも全然お金持ちの人だから俺と接点がなくてだから言うてるやん作られへんって <laughs> なんかそこを何とかなんないかっつ話ですよ例えば自分で作るとか出ましたお前おもろい提案してくんなそこにヤングさんの力と知恵と でなんとかなりませんかって話をこっちはしてるわけであってじゃあ<お>ブルーシートで <laughs> <laughs> あと温水ポールにするんでしょだからヤングさんに作ってもらうんだったら温水はじゃあ一応あのええー、引っ込めましょう真水でいいっすお試しでお試しで作ってもらうそうそう側だけ作ってもらってで,で,できたらイノシシとかがいっぱいこう入ってきて <laughs> ああいいよだ,なーだから。うちの庭はもイノシシも今日も入ってこないんですって <laughs> <ー>ちゃんとそこやったからだからもう あの俺の話ちゃんと復習してからちゃんとここに来てよ、ね、<laughs> 全くですそれは言われる何回言わすんですか2人ともそれは俺聞いてないそれは俺わからないあの話聞きたいそれ俺聞いたいない時にさや,やってる配信とかもさ流し見だからさちゃんと見てないんんだよ、ね、ちゃんとしてよだって俺がゲストがそうですよねだめになったらもうこの番組だめなんでしょちゃんと俺に向き合わないとそう,、ね、そうそうそう ヤングさんがキモイだけの話で選手みたいに終わってしまいますよほんまに悪かった、うん、から僕も話してあげたいんですよいろいろじゃあもう期間でいいです大丈夫ですそれはピースか、はいいですか今日はプールの使用してください、うん、だからプールをヤングさんが作るんだとしたら、うんうん、どんな感じでどんくらいの工期で作れます、うん、まずねプールを作るときに考えてるとも言いますけど掘ってねそこをあの固めてプールにする、うん と思うじゃないですか <laughs> これやると地面と同じ高さになってしまうとねあのちょっとした雨で全部入ってきちゃうわけよう、ね、そうなると全部囲わなきゃいけないのねまずそれわかるよね今どこのレベルに合わせてます地面と地面と水面が一緒、まあ、そう,そうあの掘ってやっちゃうとそうなっちゃうわけよああなるほど だから一回家を建てるのと同じで土台,土台を作るわけなるるかさ上げすすすすってことそ、ね、そそうううですそうででだから下にまず、えー、とコンクリートの地面を作ってその上に防水シートを張ってそこからプールの形にのやつを上にのっけるわけよ、えー、じゃああのお金持ちの家のプールって地面にそのまんまに見えるけど違うんです実はどっかが浮,る浮かしてあってそっからこういうふうにあのー なんていうの、石の壁を作ってるわけよ。あ、そうなんだ。だから地面と同じ風に見えてるけど。見えてるだけ。だけなんです。ああ、そうなんだ。で掘って作るのは池と同じよ。それはもう鯉を。池になっちゃう。だから、周りの土が、あの年齢、えっと。経年劣化で入ってきちゃうのよ。だから泥だらけになっちゃう。なるほどね。で、それをプールではできないから、あげなきゃダメなのよ。ちょっと。そのまず。 地面を作るところからやるから、これ家建てる基礎と同じよ。だから、時間かかりますね。時間かかるし、これお金めちゃくちゃかかるのよ。基礎作るのが。基礎が結局基礎なの。そう、そう、D. I. Y. で嫌になったね。その話は知ってるんですね。なんとならないですけど。それは知らないのね。勉強してこい言うてんの。またこれだよ言うたそばから。ああ、聞いた聞いた。うるせえ、俺の話をまず勉強してこい。基礎掘るじゃん。 基礎が大変なのはもうオッきいさんに話してるから知ってるんですよ。ジャリーでテコンク話すんかいそれやんなきゃいけないから。そうなんですよ。水平。めちゃくちゃ大変なんです。あれ基礎はだから自分ではできないから。できない。絶対できない。だプロに頼んで基礎を作ってもらわなくてさんでもダメ。無理です。絶対に無理。これでも何百テレビでヒロミさんがやってらっしゃったんですけどもうあれぐらい持ってないと思う。 セミプロというかほぼプロだもんねヒロミさんでねそうなんだプール作るんだったら壁屋根絶対いる屋根屋根嫌なんですよねそれはなぜかというと中外から葉っぱとかが入ってくる入ってくるもう速攻とかめっちゃもう毎回そうすると毎日毎日水替えなきゃ入れないぐらいトロトロになるのよなるねそれを防ぐには 周りに壁を作るか屋根を作るしかないのあ,あそうそれが嫌だったらもう周りそうやな1 0ルぐらいを全部コンクリで固めるしかないわけよ結構広くその家そそコンクリでやってるそれはんでかっていうとああう、うん、汚れが入るからね、うん、なるほどここであの他の庭はね芝生しかないだから土が入んないようにねあなるほどそ,ううそれやんないと無理だよだから分かってやってるわけよそれ全部えー、じゃあうちの 桜の木とか梅の木とか全部木が欲しい人はできないの水はああなるほど,なるほど、ね、これはもう池作るときも同じで木がそばにあって池を作るっていうのはものすごい管理が大変なのよ水の管理がねはいドロドロになるから、えー、ダメだからこれはどっちかを諦めてほしい <laughs> 木を全部切り倒してでもうプール作るか全部コンクリートで固めてプールを作るんだったらできます でもお隣とかがさ、うん、めっちゃ木植えてんだよね四月三日更新分のおしゃごは今週も神谷くんの代わりにこの方です竹本英二です竹本が新作トークとしてモグラの話をしてくれますモグラババアの <laughs> モグラババアやめろ <laughs> 今すごく関係がうまくいってんだから周りと オッケーアンサーでは最強アイドルキャラを決めますじゃあアイドルマスターの話をしましょう漫画やんキャラへのガチ恋と中の人へのガチ恋が喧嘩しますメールからなな何な何っったこの野郎 <laughs> メールからマスクに関する話をします急に小野坂さんがユリアちゃんの写真をスタッフに見せますか <laughs> 書くなってだからおっきいさんはね2人ともなんだろう